捕まれ。ゆっくりというチャンネル。はい、こんにちは。フータを育成していますか？自分はすでに育成済みです。どうも。こんばんは。今回はフータオの使い方上級編の動画になります。ということで、内容なんですが、冒頭でしたようにフータオとモナを組み合わせて水爆をしようという動画です。で、冒頭の動画ではシゲクモが妖怪で水爆を起動しているんですが、そのさらに上の拡散起爆水爆や妖怪水爆の解説をしていきます。文字で書くとマジでわからないな。ということで、モナの水爆の仕組みから順番に解説していきます。一応、上級者向けとのことなので、結構ざっくり説明します。モナの水爆は通常の蒸発反応と違うやり方が必要で、まず炎を幻想的に付与します。で、その後モナで爆発撃って、2.5 秒、まあ3秒ほど待ってから炎幻想で攻撃すると。モナの爆発ダメージが、炎から水の2倍蒸発ダメージで入るんですよね。ちなみに、蒸発ダメージはそのタイミングの、モナのステータスを参照する、って聞いたので、水爆のタイミングでモナにバフがかかっていることが大事なのですが、今回はあまり関係ないやり方かも。うちのモナあんまり火力でないのよね。とりあえずやり方はこんな感じ。余談ですが、螺旋121みたいに炎ギミックがあるところだと一人だけで水爆できたりするね。できるけど、あんまり効果的でもない気がするね。で、ざっくり話は飛ぶのですが、編成はフータオディオナスクロースモナで、一応無課金向け編成？まあ、水爆の動画なので、モナが入っているのは許してほしい。で、実戦を想定した順序なのですが、モナスキル矢印スクロース拡散矢印ディオナスキル矢印フータオ。一応ディオナを直前に撃っている理由ですが、フータオで妖怪蒸発くらいしか編成的にないかなって感じ。で、ひたすらフータオで殴っていって千葉以下のダメージ周期を伺います。千葉以降は4秒に1度ダメージ発生で最大8秒付着、銃撃で時間更新できるのかな。で、先ほどの通り水爆は3秒ほどかかるので、そのタイミングを千葉以下に合わせます。ちなみにこれは失敗例です。千葉以下に合わせて水爆しないと蒸発がうまくいきません。それからこの編成と他の候補案とかは最後に考察予定で、とりあえず、水爆をいろいろ紹介していきます。こんな感じに、バブルのようにすぐ弾けました。で、ここからはさらに、上級者編です。で、さらに上のステップに進むには、水爆の仕組みを考えることが大事になってきます。ちなみに、モルガナでも前提となっているのかな？だけど、ちょっと違う？とりあえず、原神ウィキウィキそのまま引用します。敵が被弾すると泡影状態の解除と追加ダメージの発生が行われるが、特定の状態の敵凍結、シールド、バフや一部攻撃で中断耐性が高い状態などは攻撃を当てても破裂が起こらない場合があるに起動できない。ということで、相手がスーパーアーマーとかの時に爆発を付与するとなかなか割れない時がありますよね。遺跡騎兵のガード攻撃とか、武士の突進とか、武士の片割れの HP 回復後とかビジャップとか、その辺を使って、2段階水爆を行っていきます。ということで、ちょうどいい動画を撮れていたので、その紹介をします。とりあえず、千葉以下を周りに付与していきます。適当にモナで爆発します。2体は千葉以下で泡が割れました。1人は千葉以下ダメージが発生しましたが、突進中だったから割れてないのかな。これは、水爆失敗、千葉以下水爆、拡散起爆式水爆の3パターンが取れていますね。ちなみに、スクロースの拡散で起爆していますが、炎元素が拡散されています。ということは、つまり？これを、狙ってできたら炎元素耐性を水力 4Z で下げて、フータオにパスすることができます。ついでに、ゆっくり実況者のアーケさんに動画いただきました。拡散ダメージが炎である証明ですね。見ていきましょう。拡散起爆水爆で、よく見ると拡散ダメージは出ていないのに拡散容器があります。
モナに炎元素バフがかかっているので、炎元素が拡散されたことがわかりましたね。それからフータオの水バフが0なので、水元素は拡散されていないこともわかりました。動画提供ありがとうございました。こちらも、アーケさんにいただいた動画ですね。5番目の項目は、特殊な水爆を紹介していきましょう。その後に、この水爆の実践的なのを考えていこうと思います。ちなみに、武士でするとこんな感じで、拡散ダメージは水爆ダメージ発生後に出てくるようです。それから、こちらが冒頭の刺激模様回帰爆ですね。ビシャップはジャンプ攻撃にスパーマがついてるので、その時に付与できたらほぼ確定で成功します。見た感じ1発目だけ妖怪が起こってるのかな。妖怪は1発しか起きてないけど、一応モナのダメバフの恩恵は受けるんだね。今のところ、単発購買率はアーロイくらいしかいないから、アーロイ割とありかも。よく見たら、氷付与の状態でフィニッシュになるから、ここでモナのスキルで一時的に凍結とか切り返しもできそうだね。こちらは、VAL さんという方にいただいた動画ですね。勝手に妖つべのイメージあったけど、ブロガーさんでした。一応、兵にも効果あるんで、螺旋12層でも頑張れば再現できそう。どの攻撃に交代というか、中段耐性が高いのかチェックする必要あるけどね。一応、今回の動画を作るにあたり調べたところ、給湯時相席守衛でも再現できるみたいなんですが。自分は再現できませんでした。修正が入ったのか、それとも何かが違うのか。ちなみに、ビシャップくんなんですが、普通に近距離で銃撃しまくってるとジャンプしてくれないので。普通に騎馬か水爆した方が良さそう。そして、これは行く空きでいけるんじゃねって思ったけど、そもそも炎は水一撃で消えること忘れてたチンパン。ということで、録画してたやつは一通り、紹介したかな。このスクロウ式爆を流した後に、実践的なのを考えていきましょうか。ちなみに、スクロウ式爆は炎耐性を拡散で下げられる、というのが利点になります。まあ、炎マシマシとかにしないと、そのタイミングで爆発は打てないんですが、ピオナとかで、シールド貼ってモナのスキル置いて殴るだけなら水力でバフ分の時間は殴れるかな？こういう編成の風元素キャラって、すごい扱い考えるのが大変なんだよね。一応、中段耐性高い敵はイレギュラーとして、普通の騎馬か水爆をメインに考えていきます。では、実戦考察へ。改めて、この編成で考えていることなんですが、フータオの騎馬かで水爆をする。で、フータオのスキル前に水拡散をして、水力4セット効果を発生させて。フータオのスキル時間フルで攻撃するんではなく、水力4セットの効果時間内にモナ水爆が終わるように。時間を逆算して戦うのが、最適解だろうか。ちなみに、ディオナがシールド以外マジでニートしちゃう編成なので、ディオナには、亡命者が学者を4セットでつけるのがいいかなって思いました。教官とかでもいいんだけど、元素チャージがしんどい編成なので、清風とか使って、チャージをばらまけるビルドがいいかなって思ったり。続いてスクロースなんですが、この編成だとマジで、水力4つけても活かせる機会が、少ないです。一応、対策としては先ほど言ったように、水力4のデバフ中にモナの水爆を終わらせる必要性。それか、拡散起爆水爆をして、フータオに回すか。結構難しいポジションでもありますね。水拡散に強引に行く空きを入れるやり方もあるんですが。行く空きの爆発の継続時間終わりを、モナの水爆ができるように調整して発動する必要もありますね。ちなみに、武器は夕殺しか、祭礼、清風とかになるのかな？元素爆発が重めの編成なのでそこも考慮する必要あるかな？って感じ。生物は、風4を狙うのがかなりシビアな編成なので旧貴族や教官、亡命者、学者でもいいんだろうか。ディオナとスクロースの生物は本当に難しいと思う。普通にやるとモナの爆発うまく回せんし。めっちゃ星4生物をしてくるやんって思う方多いと思うんですが、サポートに特化した生物って星4の方が結構いいのよね。でも、スクロースの元素爆発の火力を出すことを考えるなら、風4が無難なんだろうか。それに上級者なら風4に合わせて、プレイングしてくれるはずだよ適当。それから、スクロースとディオナの交換候補、というわけでもないんですが、他のキャラだと延期と行く空きを考えてみました。ちなみに、今回は水爆がメインになるので、柱で泡を壊してしまう先生は除外になるのかな。行く空きの利点ですが、モナの回転率上昇、フータオの蒸発コンボが、可能になるという点ですが、デメリットは、爆発の継続時間が長すぎて、モナの水爆の邪魔をしてしまいそうという点。
爆発は2突含めると18秒も継続するので、水爆を絡めるには、時間調整が必須なんですよね。まあ、18秒間を考えて、戦う必要がありますね。それから、シールド要員に円比を考えてみました。使い方は、マジでシールドに曲振りします。で、円比を入れるならディオナが交換候補で、武器は金箔をどうにかして持ちたいですが。円比は爆発が80族なので、チャージが肝になりそう。ちなみに、スクロースを入れている場合は、風読んで炎耐性現象も狙えますね。フータを、スクロース、円比、モナで組む場合は、誰かが金箔を持ちたいですね。勝利先生使う場合は、回復を入れないので、円比の HP の水準と回転率次第では、金箔が必要ない気もしますが。自分派円比を育成できていないんだ、許してくれ。それから、行く秋ですが、スキル継続時間15秒、爆発最大18秒、水付与し続けるので、水爆の邪魔になりそうなんですよね。そこをうまく調整できるなら行く秋もありかと思います。とりあえず、今回はようやく動画にできたのと、集団体制の調査やらなんやら課題が残っているので、皆様の考えや、意見をお待ちしております。また、編成候補なども、募集しております。この、水爆が弾けるまでだいぶ暇なんだよね。竜殺しをここでモナにつけるか、フータオにつけるかとかもいろいろ悩みどころだ。とりあえず、今回はフータオ水爆のやり方が、メインということで逃げます。フータオの千葉以降のダメージをよく見て、ダメージが入るタイミングを調整しながらモナの爆発を、撃つと、千葉以下の水爆が成功します。結構求められる PS とかは高めなので、プレイに自信がある人はぜひ遊んでみてくれ。ということで、今回はここまで、フータオ水爆をよろしくね。動画提供いただいた方は、コメント欄に書いておくので、ぜひアクセスしてみてくれ。まあ、こんなところですかね。ここまで、ご視聴ありがとうございました。もっといい編成とか立ち回りとか思いついたら、動画にしていく予定ではあるので、よろしくお願いいたします。ということで、さようならだ。次回の動画もよろしくだ。さよならー。